はい。今日はですね、2024年4月22日のマルチドライブ動画ですね、を見ながらですね、なんやかんや話をしたいと思います。今日ですか。今ね、アフレコをしてるのはね、翌日。はい。2024年の4月の23日です。これもね、試行錯誤の一つ。今日ですね、同じコース、要するに東谷山の、中山バイパスの出口からですよ、ロイヤルホスト鹿児島店下新ですね、あそこまで行くんですけども、この動画はですね、そうだそうだ、3つあげました、同じコースを。1つは、まっすぐ、もう左右のあれがないやつです。で、リアルタイムでこう喋ってる分ですね。で、もう1つはですね、これと同じマルチアングルなんですけど、今日のこれとはですね、左右が入れ替わってる。はい。いやね、マルチドライブっていうか、マルチアングルのね、面白さはね、ここだと思います。人によっては右の景色を見たい、あるいは左の景色を見たいっていう方がいらっしゃると思うんですけども、その方のためにじゃないんですけど いや、だってね、人によってはこっちが左側ばっかずっと見たいとか、自分もう一人は右ばっかり見たいっていう人もいるだろうけれども、私の感覚で右左をこう入れ替えてるんですよ。で、その時にほら、さっき言ったみたいに、あら、こっちじゃなくて右でしょうっていう人用には、もう一つの動画を見てくださいっていう感じですね。そういう感じです。なので、ここはね、右か、向こうは今車が止まってるでしょう。あそこはね、225号線です。そして場所的にはですね、笹の木ですね。いやね、これね、本当ね、時間はかかる。時間はかかりますけど、トランクルームとか、こういうのなんかはですね、昔はなかったですからね。いや、トランクルームをこういう、いわゆる幹線沿いに、置くっていう発想自体がなかったみたいですからね。電車が来るかって、来ませんよ。そんなに甘くはない。いや、自分もね、思ったんですけどね、横電車が通ってくれんのかいと思ったけど、そうはいきませんね。それとですね、この動画は原本に比べてですね、10分ぐらい短くなってます。でも途中の風景はですね、さっき言ったみたいに右と左が入れ替わります。なので、両方ね、極端に言ったら3本見てもらうと、だいたい鹿児島のこの東谷山の中山バイパスから、ここは225号線ですけど、ずっとですね、この道路沿いのですね、街並みっていうんですかね、奥行きもありますから、こっからだったら、海岸線の向こうの、要するに錦江湾まで見通せますからね。で、眼鏡の幹も昔と比べる、2年3年くらい前と比べると、もうあれが違ってますもんね。そういうのがですね、楽しめるんですよ。で、ここ左側に川崎かなのバイク屋さんがあるんですけど、ここなんかもほら、好きな人はあそこで、
通り過ぎるだけでも、ああ、あれはなんとなんとなんだっていうバイクの車種、機種が分かったりしますもんね。それで、この動画であれしたのは、さっき言ったみたいにこういう信号待ちのところをですね、少しね、工夫してやります。少しの工夫ですけど、マジで時間かかるんですよ、ここは。まあ慣れの問題ですけど、あ、ここはずっと行くと紫バルに行く方です。ですからね、この動画を今見て動向じゃなくてですね、30年後に見ると、要するに道路の両サイドだけではなくて、その向こう側です、その向こう側のね、風景がね、変わってるんじゃないかなと思う。はい、おまかせテレビのですね、動画はですね、地味ですからね地味ですから、他の人に比べて、いや、他の人に比べてで、他のドライブ動画とかそういうのに比べてですね、見る方少ないですよ。もうそれはもう分かってます。だけども、そうですね、いつも言ってるっていうか思ってることなんですけども、まあ、爆発的にバーって見られるよりかは、20年後30年後でも1日ね、5本ぐらいずつでも見ていただければいいなと思いますが、あ、ここ左側のね、あれだったですね、定休日ね、それとかですね、これからの山田電機の方に行くと思うんですけども、いや、山田電機に ここの山田電機に来られたことはない人もいるかもしれないし、逆に、最初の頃の山田電機って言った、私なんかここでしたから、ここしか知りませんでしたからね。それで、それがどう変わっていくか、いったかっていうののあれにもなるかもしれません。いや、宣伝ですよ、宣伝。だけどですね、思うんだけど、一番見やすいし、一番価値があるっていうか、歴史的なね、資料になりそうなので、やっぱり正面です。正面のこの動画、つくづく思った、つくづく思ったけど、矛盾するみたいだけど、やっぱりね、それはね、何で思ったかというと、こっちの両サイドの、動画を見るでしょう。で、やっぱりそこでもいいなと思うんだけど、ドライブ動画としてっていうかですね、心が休まるのはどっちかっていうと、やっぱりこうまっすぐですね、まっすぐ、視野も広いしですね、横のほら、センターのここ植え込みのところにあるクスノキ、ここでこういう両サイドのあれでは、こう美しさはそんなに感じないんですけど、こうしてね、正面の動画で見るとですね、なんかね、生命力っていうんですかね、なんかそういう植物のこの、ものを言わない植物の持つですね、静かなパワーっていうんですかね、そういうのを感じますがよ。それとかほら、この右に黄色い花が咲いてるじゃないですか。これなんとかって言いますよね。月見草系、違うけまあわからないけど、こういうね、花は植えられたんじゃなくて、自然に、生えてきたんじゃないかなと思うけど、
こういうね、花も案外なんですかね、今では何でもないところにこう降って咲いてますけど、そのいわゆる温暖化とかですよ、あれによって咲かなくなってるかもしれないし、逆に、どんどんあれがもう勝手に繁殖始めてるかもしれないとかね。あれですよ、あの一つの動画を見ながらですね、自分でこうお勉強ですよ。あんまり学校の勉強は好きじゃなかったけど、自分で調べる分はですね、なんか昔から好きだったですけど、最近はこの自分が撮った動画をですね見つめながらですよ、あ、そうけっていうのをよく思います。すごい、あ、一つあれですね、センターのカメラがですね DJI のポケット3っていうカメラなんですよ。それでフルハイビジョンで撮ってるんですけど、それでもね結構綺麗なんです。はい、だからでもね、これもねあと3年するとねもっと綺麗になるかもしれませんもんね。あ、こっちの右のカメラですか。これはね GoPro のね10、ですよ。でここがですね昔の鴨池海水浴場所、浴場所、海水浴場、案外泳いで人いないんじゃないですかね。私は泳ぎましたよ、小学校のね3年の頃。それ、あ、こっちがですねカメラ、カメラはね GoPro の12、これも綺麗ですよ。それでですね、右がヘイワリウス球場ですね。あ、今日はあれです、いや今日はって、この日はね、この日はね小学校5、6年のね、時の同級生が集まって、集まっててプチ同窓会ですね。結果的にはですね8人だったです。8人、そしてもう一人がですね、私なんかの、同級生の奥さん、その奥さんもですねもう10年ぐらい前からですね一緒にこう、参加してくださるんです。うちのクラスの、その女の子女の子私なんか22年生まれですけど、いくつになってもですね女の子ですよ。向こうは男の子たちって言いますからね。いや皆さんもそうなりますよ、今笑ってる人がいるかもしれないけど。ですね、ここの信号を右に行ったところがロイヤルホストのね鹿児島店ですね。あ、何を食べたかって、私はね歯ぐきが今ちょっとですね弱くなってるもんですから、ね、ハンバーグでして、いやもうランチ、ランチでね、それと何何っけドリンクバーつけてですね11時からですね1時半ぐらいまでいました。いや私はほとんど喋りませんよ、話を聞く子。そういえばよ、あんたはさ小学校5、6年の頃はこんなことあれじゃなかったけとかって、いや結構覚えてるんですよ。授業の時の内容は覚えてないけど、どういうような誰がどういうようなことをしたよというのをですね、いや脳裏にそのほらいわゆるこう刻みつけているようなあれじゃないんですけども、浮かんでくるんですよね。でそれを確認するわけ。
あんたはさ、何組の誰かといとこだったんじゃないけ？って言うと、なんで知ってんの？って言う。いや、じゃったけやっぱりっていうような感じだったですよ。はい、もうね、ここですね。あ、着きまして、ほら。はい、いろいろホスト到着です。ということで、この動画はここでお開きになります。ありがとうございました。